どうも。今日はですね、プールトラウトのプレオープンにやってきました。いや、朝から今駐車場に着いてるんですけど、めっちゃ混んでますね。めちゃめちゃ並んでますね。今日はプレオープンで何匹釣れるかやっていきたいと思います。はい、やっていこうと思います。人が多すぎて恥ずかしくてほとんど喋ってないので、音声を入れていこうと思います。まずは惚れ金のスプーンからハイバースト 1.6g です。反応が悪くなってきたので、カラーチェンジしてみます。
休憩してあげたらいいじゃん。2時間スプーン投げたので残り1時間はフラグペンを使っていきます。
はい、プールトラウトプレオープン3時間やってきました。まあ、人が多くて動画ほとんど喋ってないんですけど、まあ釣れましたね。ですね、まず最初の2時間はスプーンで通して、ハイバーストの 1.6 から始めて、こういう 1.6g ロレキンですけどから始めて、まあ一等一発ぐらいな感じで始めの1時間もバンバン釣れましたね。で 1.3g とかも使って、1.6 から 1.3 にサイズ落としていろいろカラーローテしながら、27匹釣れました。でその後最後の1時間はフラグいろいろ使いたくて、フラグいろいろ使っていって、あとクランクとかミノーとかフェレットとかいろいろ使って、でこのクランク、このリップの長いこいつで1本釣れて、でその後いろいろ使っていって、これですね。これちょっと名前よくわかんないけど、このこれめっちゃ釣れました。これで10匹ぐらい釣ったんじゃないかな。で13匹釣れました。いや楽しかった。いやただね、人が多くて、だけどまあしょうがないんだけどね、楽しかったですね。合計40匹釣れました。2つ合わせて40匹。いや楽しかった。もう結構今シーズントラウトに力入れてやっていこうと思います。よろしくお願いします。それじゃまた。バイバーイ。